日本やアメリカ、イタリアなど世界11カ国、16の民間チームが参加する国際宇宙開発レース。何を競っているのかといいますと、月面は夜はマイナス150度以下まで低下する厳しい環境ですが、そうした中で探査ロボットを500メートル以上移動させたり、高解像度の動画などを地球に送る技術です。で、KDDI は日本のチームに通信などの技術協力をすると発表しました。私がタブレット端末を使って疑似体験しているのは月面探査ロボットの操作です。実際には KDDI の無線通信技術を使って月面でロボットを動かしたり、画像データを圧縮して地球に送信することが可能になります。 Google がスポンサーとなっているこの月面探査レースは、民間による宇宙開発を進める目的で行われ、勝ったチームには賞金総額3000万ドルが贈られます。日本からは東北大学の研究室などが中心となったチーム HACT が参加。すべて民間の技術で競争するため、さまざまな企業が協力。今回 KDDI が通信技術を提供することになりました。 HACT の探査ロボットは来年末までに打ち上げられる予定です。